本校はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが作曲したピアノ・ソナタの作品の一覧である。ハイドンが作曲したピアノ・ソナタは疑問詞や疑作、消失作もこれに含めば全65曲存在する。方々権番号では16番に分類される。ピアノ・ソナタと称しているが実際にはこれらの作品がピアノ用であるかチェンバロ用であるかは明らかでない。 1760年代のものは、チェンバロー用。1770年代の曲も大体、チェンバロー用、または両用であるが、1780年代になると、ピアノを想定した曲が増え、1780年代後半以降、はっきりピアノ曲になる。ハイドン本人は1788年に、初めて自分のピアノを持ったのであり、ピアノで作曲された。 最初の曲は第49番である。なお、初期においてはハイドンはソナタではなく、ディベルティメントやパルティータと呼んでいる。最初にソナタの語が使われたのは第20番である。20世紀初めに編纂された旧ハイドン全集では、カール・ペスラーの皇帝によって52曲のソナタが出版され、方々権番号はこの全集の番号を利用している。しかし、 52曲のうちには、ハイドンの作でないことが分かったものや、編曲に過ぎないものがある。新発見の作品や断片を加えた新しい、全集には、ハイドン全集のフェーダーによる、ソナタ全曲版と、クリスタ・ランドンによる、ピアノ・ソナタ全集があるが、両者の収録曲は一致せず、これらの中にも、新義未小曲が含まれている。また、ランドン版の番号は曲を年代順に並べ替えた。 ためにそれ以前の番号と互換性がなくなっている。本記事では、方々圏番号の順序によって挙げている。大半の曲は、モーツァルトやベートーベンのピアノソナタに影に隠れ、知名度が高くないが、近年では、ピアニストのレパートリーとなりつつあり、再評価が進んでいる。特に後期の曲は演奏も多い。また、第20番は、ハイドンの、 いわゆるシュトルムーンとドラングケを代表する単調の曲として知られる。1970年前後にはバルター・オールベルツやジョン・マッケーブによってピアノ・ソナタ全集が録音され、その後様々なピアニストらによって多数の全集が録音されている。ハイドンのピアノ・ソナタはソナチネ・アルバムやソナタ・アルバムに掲載されており、その中では 第35番波長長作品30から1方冒剣ザビ35が有名である。太字はハイドン・ソナタ州に収録されている曲。ありがとうございます。